この動画では 3D ホビーの操作方法についてご紹介します。ご紹介する機能は動画説明欄をご参照ください。なお動画説明欄から見たい操作だけを選んで確認することができます。はじめに 3D モデルの回転、移動、拡大縮小の操作です。マウスを画面ウィンドウに移動します。円を描くように右ドラッグすると回転します。なお 3D モデルの回転方法は Z 軸を拘束した二軸回転と三軸回転の2種類あります。初期設定は二軸回転のため、 Z 軸の向きや 3D モデルの形状によっては回転しにくい場合があります。その場合、表示、設定の2軸で回転をクリックし、3軸回転に切り替えて回転します。画面ウィンドウでシフトキーを押しながら右ドラッグすると 3D モデルが移動します。画面ウィンドウでコントロールキーを押しながら右ドラッグで右に動かすと拡大、左に動かすと縮小になります。表示、拡大縮小の全体表示をクリックすると、画面ウィンドウに表示されている要素を画面ウィンドウに収まるように表示できます。 3D モデルの回転する場所を変更したい場合、表示、拡大縮小の回転中心の設定をクリックし、設定したい場所で再度クリックします。その場所を中心に回転できます。解除する場合は全体表示をクリックします。設定が元に戻ります。操作中のコマンドを解除するには、編集コマンドのコマンド解除をクリックします。例えば計測の途中で選択した場所を変更したい場合は、エスケープキーを押します。エスケープキーを押すことで、一つ前のコマンドに戻ることができます。視点の切り替えは、表示、視点から行えます。コンテンツウィンドウの環境ツリーからも切り替えができます。右クリックでポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューを利用すれば、目的のコマンドがすぐに見つけられます。選択状態でポップアップメニューの内容が変わります。画面ウィンドウでパーツをクリックします。複数選択する場合は、シフトキーまたはコントロールキーを押しながらクリックします。画面、表示、表示非表示をクリックします。形状ツリーから切り替えることもできます。すべてのパーツを表示するには、アセンブリー1を非表示にし、表示にします。一部のパーツだけを表示したい場合は、一度対象のパーツを非表示にします。その後、アセンブリー1の上で、ポップアップメニュー、表示・非表示の反転を行います。画面・断面の断面表示をクリックし、有効にします。平面を選択して、スライダーをドラッグします。蓋や線を表示することができます。解除するには、有効のチェックを外します。画面、色のパーツの色をクリックします。スライダーをドラッグして、色を設定するか、色窓で右クリックまたはダブルクリックでカラーパレットが表示されます。色窓からパーツまでドラッグ&ドロップします。
パーツから色窓までドラッグ&ドロップすることもできます。パーツ単位で色をつけるにすると、パーツ全体の色を変えることができます。計測、コメント、計測の距離寸法をクリックします。種類を X 成分にします。計測したい2つの頂点をクリックして、最後に寸法を表示する位置をクリックします。続けて半径直径寸法をクリックします。円弧をクリックして、寸法を表示する位置でクリックします。シンボルを選択します。続けて、質量・外径寸法確認をクリックします。パーツをクリックします。体積・質量・外径寸法が確認できます。計測・コメント・コメントのコメント挿入をクリックします。先端位置をクリックして、コメントを表示させる位置でクリックします。テキストを入力します。編集クリップボードの画面範囲コピーをクリックします。コピーしたい範囲を画面ウィンドウでドラッグ選択します。別のアプリケーションへ貼り付けることができます。ファイル、エクスポートの 3D データをクリックします。3D プリンターや解析ソフトで利用される STL、VRML 形式で保存できます。以上が 3D ホビの操作解説動画になります。